ぜひともかつての議長としてそのあたり何かお考え、真なるお考えをお聞かせいただければ幸いです。かつての議長とかそういう言葉が出てきますが、過去の名前は出さないでいただきたいと思います。私はそのようには一切感じません。すごく私は怒りを覚えます。そのような愚行は行いませんので、私はこれからも変わらず行動していきたいと考えます。はい、今回の動画は令和3年9月13日に行われた喜多方市議会一般質問で、山本勝議員がメディア対応時の服装がなってないと、自身はだらしなくノーネクタイの状態で石丸市長に苦言を呈します。加えて8月に起きた豪雨災害について、現場を見回ることの重要性を説きますが、石丸市長はそんなことを市長がしていたら指揮を取る人がいなくなると正論パンチをかまします。それでは見ていきましょう。山本勝でございます。通告に従って市長にお聞きいたします。まず質問に入る前でございますが、皆さんも発言されておりますが、今回の水害で被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方に対して心よりご冥福申し上げたいと思います。私の質問は大枠一点でございます。今回の災害に対しての取り組み方について市長にお伺いいたします。8月11日からの豪雨災害は地域に甚大な被害をもたらしました。各地域とも復興に全力を挙げているところです。災害発生時より行政の対応は避難から道路、インフラ整備など素早く対応され、早期の対応が効果を発揮したと思っております。そういう中で市長の今後の対応について2点ほど伺いたいと思います。まず1点、先の災害時のメディア対応において市長が私服のポロシャツでメディアに対応されておりました。その姿がテレビで放映されて皆さんに関心を持たれております。このことに対して多くの市民から市民の意見として適切ではないのではないかとの意見がありました。対策本部長の立場としてその時の心構えについてどのように思ってそのような私服で対応されたのか伺いたいと思います。おそらく今の話しぶりからして山本議員ご自身はその映像をご覧になってらっしゃらないのかなというふうにお見受けしました。もしご覧になっているのであればまた違う感想を持たれた、そのように発言されたのではないかと察します。なぜならば確か私の記憶ベースなんですが、3月の定例会だったかなと思うんですが、山本議員は、ね、春らしい花の多分桜じゃないかなと思うんですが、ネクタイをされていらっしゃって、非常に細部までこだわりをお持ちでいらっしゃるんだなとお見受けした次第です。ですのでもし議員が直接その映像をご覧になっているのであれば、私の真意というのをまた伝わったのかなと思います。でも今日は非常にいい質問をいただきましたので、せっかくですのでしっかりとご説明したいと思います。まず状況の確認ですが、テレビの取材放送があったのは8月14日のはずです。夕方だったと思います、午後だったと思います。でまだ災害特にひどいのが起きて1日2日のタイミングですね。でその時の格好なんですが、下は青いパンツですね、防災服の青いやつを履いて、で上が黒のポロシャツで、シャツの中に入れてました。で左手はこの時計ではなくて黒のアウトドア用 のスポーティーな時計をして、でここにはですね、これをこう抱えてたんですね。詳細に覚えてます。なぜかというと詳細に考えてその服装を取ったからです。実はその直前に災害対策本部会議やって、私上着てたんですね、防災服でも、わざわざ抜きました。なぜか、せっかくテレビが取材に来てその当日放送してくれる、その時に市長として何を伝えるべきか考え抜いた結果、臨場感を伝えたいという結論になりました。カタカナ使ってよければリアリティですね。私に限らないかなと思うんですが、役所の人がここお見返しをしているとどうにも嘘っぽく感じられる嫌いがあります。防災服とかですね、外に出るときはもちろん必須なんですが、
この室内において執務をしている限りにおいて、あれは過剰な制服ユニフォームです。でそれを着て偉そうに市民の方に話しかけるよりかは、私は今まさに会議終わって出てきて、その足でテレビのカメラの前に立ってですね、市民の方に訴えかける、これが最も有効だと考えました。その時言った内容は、今小康状態にありますが、まだこれから天気は悪くなる予報になってますと。なので命を守る行動をとってください、そのようにお伝えしました。私のその臨場感、どこからどこまで出せたか、どこまで伝わったかは分からないんですが、それを見てこいつふざけてるな、要は命を守れという指示が冗談だと思った人はいないはずです。一方で、心配したところであるんですが、心配したと言いますか、想定はしてたんですが、山本議員がおっしゃるように、あの過去は何だと思う人もいると思ってました。でもそれは私にとってはあまり重要ではないんですね。私の身なり格好で優勝し真面目だなと言ってくださるのは結構なんですが、それは私があの時あの場で市民の皆様に語るべき内容では特段なかったと捉えています。ゆえにあの時はそのような衣装ですね、服装を選びました。で少しこの私の服装と心構えについて補足をさせていただきます。皆さんお気づきかそうでもないかわからないんですが、私この議場においてネクタイをしなかったことは一度もありません。必ずネクタイを着用しています。なぜならばこのスーツという文化においてネクタイを外すと極めてだらしがないと映るからです。最近はネクタイを外しても形になるようなかっこいい上下のセットアップがあるんですけども、私がノーネクタイでいるときは必ずそれです。このスーツでネクタイだけ外すことはありません。特にこの場においては国旗まで掲揚されている場で、私はフォーマルな出立ちであるべきだと考えます。そしてヨーロッパの文化源流ですが、スーツ、それに対する敬意もあります。例えば外国人の方が茶室で油かいてても別に気にならないと思います。膝痛いよねって。でも正座をきちんとやってる外国人の方がいたら、ああさすがだなと、敬意持ってくれてるなと思われませんか。私はそのように感じるタイプなので、このグローバルスタンダードで自分の振る舞いというのは律してきたつもりです。その観点では今この現状でですね、我々もこっちの職員もですね、ジャケットあったりなかったり、ネクタイついてたりなかったりするんですが、これは議長が許可いたしているという状態ですね。何ら問題があるとは思っていません。ただ今の議長、そしてこれまでの歴代議長がどのようなお考えで心構えで許可いたされていたのかというのは非常に興味が湧く次第です。もう一つだけ補足の説明をしてみますと、先ほど災害対策本部会議で上着着てたと申し上げたんですが、あれもですね、私実はあえて言わなくてもよかったんですが、ちょっと着崩して着てました。上着着てたけど、ここ裾を出して前開けてたんですね。あ、だらしないなと思われた方、もしかしたらメディアの方もいらっしゃるかもしれないんですが、あれやった理由があるんですよ。職員にもまだ言ってなかったんですが、あの時ですね、視聴室から外を覗いてみて、どの格好が一番適切かなと考えました。そしたらその会議に出る職員の数名がですね、いわゆる職員の何ですか、防災服、作業着じゃなかったんですね。このラフな上もこのチェックのボタンダウンのシャツで腕まくりしてるぐらいの格好で会議室に向かってたんです。でそれを見た時に、あ、私はここで清掃してはいかんなと思いました。なぜかといえば、市長がビシッとフォーマルな格好をしてしまうと、職員全員がそれを習うんです。皆さんが想像する以上に市の職員というのは真面目な人たちばっかりなんですね。でも職員の立場目線からすると、最適な服装はビシッとした清掃ではないんです。現場に行く人は置いといてですよ、中で事務をやってる人間、部長課長たくさんいますが、中でも走り回ってもう本当に汗だくになりながら災害対応してたんですね。そんな彼らに会議室、会議に集まるがためにわざわざ着替えて来させてはいけない、服装を気にさせては申し訳ないなと、これは市のトップであると同時に市役所のトップである、その市長の立場を持ってそのように判断しました。ですので言動すべからくではあるんですが、こと服装に関しては細心の注意を払って、そのような心構えで常時臨んでいます。もし何か追加のご質問が等あれば、ぜひともかつての議長として
そのあたり何かお考え、真ならお考えをお聞かせいただければ幸いです。はい、ここでちょっと調べてみました。かつての議長というワードが出ましたが、山本勝議員は議長を務めていた2016年に一度議員辞職しています。理由についても少し調べてみました。秋田方議会だより第50項ではこの件について、この度の同僚議員の行為は一議員の問題としてではなく議会全体の姿勢が問われるものであるとしています。あくまで疑惑とされていますが、ゴルフをしていた際にビールをコップ1杯飲み、プレー終了後にそのまま車で帰宅、参加していた市民からの垂れ込みで後日警察から注意を受けたということがあったようです。なんともお粗末な行動ですね。市長の言葉の中に勝手の議長とかそういう言葉が出てきますが、今は山本勝議員の一人として喋っているので、過去の名前は出さないでいただきたいと思います。出さない方がいいんではない、今は一議員です。そういう中で市長が今言われましたけれども、議員長官として感じないから作業服は着なかったと。でも私が思うにはですよ、災害対策本部のトップとしては危機感を感じなきゃいけないところです。危機感を感じたらやっぱり作業服でピシャッと固めておくのがトップとしてのスタイルではないかと思います。部下には職員も消防団員も消防署員もおるわけですから、そこのトップですよ。臨場感だけでとか急に作業服に着替えさせたらとかいうような気を使ったという言葉ですが、それは余計な気遣いだと思います。トップがすれば皆さんがそのようになって心を一つにして動くはずです。市長も先ほどおっしゃいましたが、6月の定例会で有事との時というのは号令一つでビシッと組織が足並みを揃えて動く必要がありますと、こういった時にそのビジョン型が力を発揮しますとおっしゃってます。ですからトップとしての心構えとして臨場感とかじゃなくて危機感を持った行動と態度が必要じゃないかと思うんですが、いかがですか。かつての役職を拾ったり捨てられたり、それはそれぞれのご自由で結構だと思うんですが、私においては今のこの職において、全ての責任を全うし取り組んでいるつもりです。その観点でお話をしますと、危機感、臨場感という言葉がありました。それは全て、感覚です。感情の発露ですよね。でそれらが意味がないという申し上げたわけではありません。それらに支配されてはならない、そのように考えています。で危機に際して冷静に何より効率的に組織を運営する必要があったと評価をしています。効率的な運用のために私が考えるベストを尽くしたまでです。他のやり方がないとは申し上げません。もしそのようにお考えであれば、次市長になられてその運営をされれば十分かと思います。私はそのようには一切感じません。まあ市長はそのような考え方はないとおっしゃいましたけれども、市民の2万7000人の市民の代表者として、市民の皆様がそのように感じておられるということなんで、危機意識がないのではないかというふうに取られないようなやっぱり、態度行動が必要ではないかと思います。また災害現場も何箇所か見られておると思いますけども、適正な指示を出すためには各地区の災害現場をしっかりと見て、そこの現状を把握して指揮を取ってもらわないといけません。いけないと思います。今回どれだけの災害現場を視察して現状を把握されておるのかって聞かせていただきたいと思います。つい先ほど班長の下りでお話をしたばかりです。市民のところに理解が及んでないんであれば、ぜひ伝えてください。私が今ここで力を込めて説明した危機感、状況を全てもろもろ踏まえた上でそのように判断したのがあの市長だと。決してほうけて慌ててポロシャツでテレビカメラの前に出てきたわけではないんですね。全てを踏まえた上で最適な判断を取っています。その上でご質問にお答えすると、これはちょっと回があやふやなんですが、2、3回前の定例会一般質問で、山本和弘議員がその現場の視察というんでしょうか、
確認について言及されたことがあったかと思います。でその中ですでにお話しした内容であるんですが、市長が現場を見ること、それ自体にあまり意味はないと捉えています。それは事務事業を行う上でですね、例えばそれがなんていうんですか、慰問お見舞いという意味であればまた別ですよ。ではなく災害対応、まあこれからまだ復旧が本格化というこれぐらいのタイミングで様子を見に行ったとて追加の判断材料にはならないです。それは十分職員が手分けをして全部署全ての課が私の目や耳となって情報を集めてきてくれてるので、私はそれをただただ冷静に頭脳として判断をすれば足りるんです。組織はそのようになってます。これは異論はないです。それが組織の形なんです。組織論はそういうものです。でせっかくですので補足をしますと、なぜかその現場を私が見ると皆さん流入を下ろされるんですか、安心されるんですか。であれば参考になればと思ってお話をするんですが、災害が発生してずっと泊まり込みだったんですが、初めて自宅に帰った朝がありました。その日の朝ですね、8時から会議だったので、それまでの2時間ぐらいでこの田尻川決壊した流域ですね、一通り自転車で、ママチャリですよ、ロードバイク乗れないんで、ママチャリで見て回りました。私地元なので本当に細い道も全部地図で描けるぐらい知って買って知ったるところですが、おそらく9割か9割5分ぐらいは様子を見たと思います。で実際あここまで水が来たんだな、ここは特に被害がひどいな、ここはなんとか持ちこたえたかというのは見はしました。ただそれはまあ市長としての務めというよりも一市民といいますか生まれ育った地元、それを憂う人間としてそのような行動を取ったまでであって、組織の機能として市長が視察を行ったものではありません。ただこれが何個か何かしら市民の皆さんの慰めになればと思って今お伝えした次第です。今市長が災害現場を見て歩くのは意味がないという発言されました。職員が全部調べて報告することで成り立つという説明でした。私も八千代町内の現場は一応見て回りました。見て回ることによってどの程度のどういうことになっているかいうのが分かるわけです。話で聞いただけでは災害の現場の内情は分かりません。人の話だけでは理解できないと思います。実際トップとしてしっかりと現場を見て把握してそれで対策復興対策をみんなと話し合うのが私は一番だと思います。災害現場を視察することに意味がないという言葉についてはすごく私は怒りを覚えます。今後そういうことじゃなくてやっぱり自分の目で見てどうなっとるのこれはという自分の目を目で確信しないとわからないことがたくさんあります。人の言葉だけじゃ分かりません。そういう意味では現地を視察することに意味がないという言葉は大変残念に思います。今後はしっかりとどんな事件でもどんな事業でも現場を見ながら皆さんの意見を皆さんの職員の皆さんも現場を見ながらお互いで協議することが最善の仕事が得られるんじゃないかと思いますので、そこはしっかりと考え直していただきたいと私は思います。で次の質問に移ります。先の報道で北広島町三好市では災害発生のため交付税の前出し交付がされていると報じられました。また北広島町には町からの要請を受け緊急災害対策派遣隊テックホースとして8名の職員が派遣されております。安芸高田市は支援団体として各市町から何人か支援者が来られておりますけれども、県とか国からの支援は今のところ要請されていないのでありませんけれども、何事でも国や県に相談要請しないと協力支援が得られずなかなか前に進みにくいと思いますが、その点についてはどのようにお考えか伺います。今の質問の下りが実にちょうどいい事例であったなと感じます。その
心は後でお話しますが、まず質問にお答えしますと、交付税の前倒しについては、これは前倒しといっても数日の話です。ですので、その間の資金繰りに問題がなかったため、要は必要がないので申し入れをしていません。そしてもう一個ですね、テックフォースについても同様です。まずテックフォースというものがどういうものか、正確に認識理解されているのかどうかというのを懸念しました。でもし認識があれば今の質問ではないんじゃないかなと思うのが、簡単に申し上げるとテックフォースはレスキューじゃないですよ。ではなくて、被災状況の把握といった災害対応における技術的な支援を行う国交省の組織です。でこの国交省の関連で言えば、本市においてはリエゾンと呼ばれる情報連絡員にここに駐在をしていただいていました。そことの連携を取る中で、その被災状況の把握等をですね、市で十分対応ができているという判断から、そのリエゾンがですね、テックフォースこの派遣について検討したけども見送られたという経緯があります。ですので必要が何にもかかわらず、これ有償ですのでお金かかります。有償のサービスを使う理由はないということで、本市では要請を行っていません。なお必要なものについては、今申し上げたリエゾンを通して土のそれから排水ポンプ車、あとはそれに伴う照明車の配備といった支援は受けています。で冒頭に申し上げたところに戻るんですが、事実をどれだけ正確に理解するか把握するか、これが意思決定を行う者にとって最も重要な役割機能です。市長としての仕事はそこなんです。テックフォースは何か、どうなってるか、リエゾンどうなんだ、災害救助法は、激甚災害指定はどうなんだ、これらもろもろを総合的に勘案し最適な判断を導き出す、これが市長の仕事です。決して現場をひょこひょことどうなってるのかな、大丈夫かな、見て回るのが仕事ではありません。これやりだしたらキリがないのは分かりますよね。さすがに現場を見るのが大事だとおっしゃる方もしいらっしゃれば、じゃあどこまで見に行ったら良いんでしょうか。その線引きは誰がされるんですか。先ほど農地だけで千何百箇所、河川流域だけでも100箇所、市長が見て回りだしたら何も決められないでしょう。市役所止まってしまいます。そのような愚行は行いませんので、私は組織としての機能に基づき、これからも変わらず行動していきたいと考えます。いかがでしたか。山本議員は人の服装を注意する前に、まず鏡で自分の姿をよく見てみる必要がありますね。石丸市長からノーネクタイをだらしないと言われたことについて反論できないのか完全にスルーしています。災害現場を市長自ら見回る必要が一切ないとは思いませんが、何事も優先順位というものがあります。市長が現場を離れてしまっては指揮を取る人がいなくなり、結果的に被災者への対応も遅れてしまうでしょう。今回の山本議員と石丸市長のやり取り、皆さんはどう思われましたか。ぜひコメント欄でお聞かせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。